深井駅は大阪府堺市中区新伊沢町にある仙北高速鉄道仙北高速鉄道線の駅。駅番号は SB02 中区にある唯一の駅。駅周辺は大型の観光葬祭施設が集積していて飲食店や美容室、パチンコ店などが多い。区間休校以下の種別が停車するが、 2015年12月5日より運行を開始した特急、仙北ライナーは、仙北高速鉄道の単独駅としては、唯一の通過駅となった。島式ホーム一面二線の高架駅。ホーム有効長は10両分。改札、コンコースは2階にあり、改札口は1箇所のみ。ホームは3階にあり、関東が大きいカーブの途中のため、列車は、 中ほどの車両を覗き大きく傾いて停車する。2013年に発車表が反転式 LED 式併用タイプから LED 式に更新された。駅名である、深井は奈良時代の僧侶である行基が人々のために深井戸を掘ったという言い伝えから駅周辺の地域の地名となり、それが駅名となった。 2019年時の1日平均乗降人員は26,156人である。この数字は中本駅を除く仙北高速鉄道の駅として5駅中4人であり、仙北ライナー停車駅であるつが、三木大駅よりも多い。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通り、ありがとうございます。